手伝え。わかりました。待て、俺が行く。こんなふぬけよりは役に立つ。うん、来い。義経、お願いね。ババアはそこのふぬけ野郎によく言い聞かせとけよ。安永、ちょっと来なさい。あの、春秋様、少々よろしいでしょうか。メイコのことなのですが。ああ。やっぱり反抗的なんですか。はい。前まで着替えも一人でしなかったのが、するようになったのは良いのですが。食事も離れて食べてましたね。ええ。それで二言目にはお姉ちゃんをくくる、さゆきさんをくくると。小さい子が殺す殺す連呼してるわけですよね。どこのドキュンファミリーだ。ドキュン？ああ、いや、外ではそういう育て方をされた子供もいなくはないので。まあ。しかし、何なんでしょうね。わかりません。いえ。実は心配が。メイコは橋本様がおっしゃっていたムジナなのではないでしょうか。そうかもしれません。狼におもねった人だから人をくくれと言ってるのか。神藤吉には狼を善とし、他のお使いと休みず黄泉に属すとする伝えもあります。それを聞かされて芽衣子は寝返ったかもしれません。あるいはただ私や春秋様が芽衣子の機嫌を損ねてしまっただけかも。心当たりはないな。でもひとまずは放置しても大丈夫でしょう。彼女の言うことが宴の参加者に影響を与えることはまずない。そんな楽観視していていいのでしょうか。メイコも宴の参加者として一票を持っています。よくはないですが、しかしルールに従うなら彼女を宴から除外する唯一の方法はくくることで。皆様の宴の機会を奪ってしまうならば、あるいは私が。やめましょう。それは人の票を無駄に一票減らしてしまいますし、第一残酷に過ぎます。わかりました。メイコにお慈悲をいただきありがとうございます。春秋様、リカ子さんはどうしてあの子にそこまで肩入れなさるんです。ただの迷子でしょうに。身寄りのない子供を
引き取って育てるのも植松家の役目でしたので。そうなんですか。はい。植松家は長者家の中では出自をさほど重視せず、孤児や身寄りのない者を積極的に迎え入れてきました。リカ子さんは伝統を大事になさるんですね。はい。そのようなことしかない世界で生きてまいりましたので。春秋様、いかがなさいました？どうかしてましたか、僕。怖い顔をなさっていました。あはは、すみません。もうお昼の準備を始めましょうか。今日もすぐに宴でしょうから。お釜洗ってもらえるかしら。わかりました。
今日の宴を始めますよ。匠を殺した狼は絶対にくくらねばならないからね。